無人停車場。列車が停車するまでは、プラットホームの円から2メートルの安全距離を取れ、通過列車に注意。と記された警告。典型的な停車場。シュタウフェンイムブライスガウのエッツェンバッハ停車場。ハンブルクイッコールダム東亜駅は、かつては鉄道駅であったが、現在は停車場として扱われ、ドイツで最も規模の大きい停車場とされている。新設された。 停車場には基本的な施設しか設けられていない。ストルベルク・ヘルツゲンラート線のアルスドルフ・ブッシュ、停車場。終点となっている、停車場。レーファーシャー・ゲイン・グラールミューリッツ線のグラールミューリッツ、停車場。停車場は、日本の鉄道については省令を根拠とし、駅を含む広い概念であるが、他の国々について、この表現を用いる場合は、 主に鉄道の駅の中で小規模ないし簡易なものを指す。停車場と訳される概念の一つで、ドイツにおける鉄道用語であるハルテプンクとは、旅客の乗降が可能な鉄道施設の一つである。通常の鉄道駅とは異なり、ハルテプンクとには分岐器がないことが多い。例外的に局地的な分岐線との分岐器が設けられていることもある。運用上の駅との主な違いは、 列車は、ハルテプンクトに停車し、旅客は乗降はできるが、車両の入れ替えや退避はできない、といったところにある。厳密な定義は、全国的な法規制や、運行規則において規定されるが、通常は、乗降可能な場所として、相対的に重要ではない部類とされ、しばしば乗降できるだけの貧弱な施設しか、設けられていない。日本語では、停留所、簡易駅などとも訳される。 鉄道設置運営規則4は次のように定めている。ドイツ語圏であるオーストリア、スイスの一部、またイタリアのボルツァーノ自治圏では同様の停車場をハルテシテーレと称するのが一般的である。ドイツの停車場接近標識停車場には旅客のためのアクセス点の機能しかなく列車の乗降しかできない。列車はそこに停車でき、また時には折り返すこともあるが、 駅とは異なり、追い越しや交換はできない。こうした停車場には、郊外線路の各軌道に応じて一本以上のプラットフォームがあり、施設への出入り口が設けられている。一部では、プラットフォームを設けず、舗装もされていない、上降の場所があるだけということもある。今では停車場となっている施設も、その多くは、かつて対避線や側線を備えていたが、後に利用されなくなり、 廃止された。典型的な事例は、ハンブルクイコールダム東亜駅やゲベルスブルク、中央駅で、いずれも今では単なる停車場となっている。中には、ミュールハイム中央駅のように、一家処分機器があるだけで、停車場ではないという扱いになっている駅もある。また、支線の終点で、列車の向きを変えるための施設もなく単線が行き止まりになっており、 引き返すことしかできないという停車場も多く、ワギングやオーバーアーマガウの停車場もその例である。停車場には鉄道信号機は設けられていないのが普通である。現地の状況により停車場の存在がはっきりと見えにくい場合には、停車場接近標識がブレーキをかけるべき距離に設置される。しかし、プラットフォームが全地信号機と主信号機通常は、 閉塞信号機体の間に位置しているような場合、停車後も主信号機の現時を確認するため、プラットフォームの先端に設置された全地中継信号機が主信号機の信号現時を反復する。ハルテステレの場合、分岐器に付随する信号機は停車場の金傍に設けられることがある。停車場の位置形態にベダルフスハルト、ベターフシールト、 ラルフスハルテプンクトなどとと称されるリクエストストップがある。旅客が実際にそこでの乗降の意向を示した時しか列車は停止しない。列車内には降車希望を伝える押しボタンがあり、こうした停車場で降車しようとする者は十分に時間の余裕を持って告知をしなければならない。しかし多くの路線において 停車場のプラットフォームには特別な信号施設は設けられていない。このため乗車を希望する旅客は近づいてくる列車に対して自分たちの存在に気づいてもらう必要がある。小規模であっても駅員がいる駅では列車に乗車したい旅客は駅員にその意思を告げる必要があり、降車を希望する旅客は車掌ないし運転士に少なくとも一駅前の段階で、 自身の意向を告げておかなければならない。ありがとうございます。